はい、ということで1週間レビューの新たな車両川崎忍者 650KRT エディションをご紹介しました。いつもの通り私の実生活の中でこのモデルを乗ってその使用感を皆さんにレポートしていきたいと思います。それでは、はい、1週間レビューの車両川崎忍者650で高速道路を走り始めました。今回の試乗期間中は途中に白バイ大会の撮影が入ったために私自身もこのモデルになかなか乗ることができなかったんですが、今日はようやく時間が取れたので、まあ、いつものですねショートツーリングのコースを走ってみたいと思っています。でまずこの忍者650の第一印象についてなんですが、まあ、先ほどですねこの高速道路に乗るまでに、まあ、かなりの距離市街地を走ってきたわけですが、まあそうですね、やはり印象としてかなり強いのはとても軽量でコンパクトなモデルだなということですね。パッと見ではちょっと大柄な 250cc とかもしくは 400cc ぐらい、それぐらいの大きさに見えるモデルということで、まあ、そういう意味ではですね借り受けてすぐに走り出す際も、まあ、ライダーに無用な緊張感を与えないというか、そういう、まあ、なんていうか着やすいモデルというかですねフレンドリーなモデル、そういう印象でもあるんですよね。その一方でこのモデルでは川崎が誇るスーパースポーツ忍者 ZX10R とか、もしくはですね忍者250などにも近いテイストがあると思いますが、まあ、シャープなデザインが与えられているということで、そうですね、そのまたがって走り始めた時のとっつきやすさというかフレンドリーな印象と、まあ、このシャープでスポーティーな外観から来るその緊張感というか、まあ、そういった様々な思いが同居しているというか、まあ、ライダーによってですねこの辺りは感じ方が相当違うんじゃないかなというモデルですね。それでは早速このモデルの高速道路上での乗り味なんですが、まあ、ちょっと前まで1週間レビューをお送りしていた川崎のバルカン S、そしてですねこれもまた2シーズンの発表試乗会の時にショートレビューをお送りしていますが Z650、 それらとエンジンの基本構成はほとんど同じというモデルなんですが、確かトランスミッションのギア比も全く同じで、まあ、バルカン S とは最高出力最大トルクなどの違いはありますが、まあ、基本的にはですね同じエンジンと言ってしまっていいと思うんですが、その割にはですねやはりエンジンのテイストというか乗り味が全く違うんですよね。このあたりは非常に面白い点だなと思います。このようなですね全く同じようなパワーユニットを搭載しながらも乗り味を全く変えてくるっていうのは、私の印象としてはヤマハがうまいというような、まあそういったねイメージというか印象を持っているんですが、この 650cc の並列2気筒エンジンパラレルツインエンジンに関しては川崎も相当うまいなという感じがしますね。まあ、Z650 とは乗った時にかなり違うなとは思ったんですけれども、ただまあ突き詰めて考えていけばそのエンジンの元気の良さとかパルス感とか、まあ、そのあたりに集約されていく話なの でバルカン S に関しては選択しているギアやエンジンの回転数速度域によって、まあ、乗り味がかなり明確に変わるというコメントをした記憶が残っているんですが、この忍者650のエンジンに関して言うと、まあ、その点は同様なんですよね。まあ、現実的にはそんなことは不可能なんですが、まあ、目をつぶって2台を乗り比べたとしたら、私はその2台がほとんど同じパワーユニットを搭載しているとはまず気づかないんじゃないかと思うぐらい、まあ、それぐらい明確に乗り味は違うんですよね。でバルカン S に関しては基本的にはモダンなテイストのクルーザーということで、やはりエンジン自体はですねドコッドコっていうかドロッドロっていうか、そのいかにもクルーザーファンが好みそうなそういった鼓動感がメインで味付けされていたように思うんですが、この忍者650に関して言うとやはりですね明らかにスポーツツイン的なそのエンジンのテイストなんですよね。でバルカン S のエンジンのフィーリングの違いについては興味のある方はですねバルカン S の1週間レビューを見返していただければと思うんですが、バルカン S の場合は例えばこういったクルージング状態から右手をこのように大きく開けた場合は車重が重たいということで、やはりエンジンには強めの負荷がかかると思うんですよね。なので、まあ、実際のその車速の上がり方よりもそれよりも先にライダーはそのエンジンの強いトルク感というか、
警戒圏域からのパワフルさ、そういうのを感じ取る時間があったと思うんですが、この忍者650に関しては今6速トップギアで走っていますが、こういった状態からこのようにですね、右手をパカッと上げると、そういったですね、トルク感というか低速域の力強さを感じる前に車速が上がってしまうんですよね。まあ、このあたりがですね、トルク感の大きな違いとして感じられるんじゃないかと思います。まあ、ということで結論的に言ってしまうと、やはりですね、バルカン S っていうのは低回転域からものすごくトルクが太いなというイメージだったんですが、こちらのですね、忍者650に関してはやはりこのように開けるとですね、いかにもスポーツツイン的な吹き上がりという感じで、でこのようにパカッと右手を開けるとタコメーターの針の動きとしては、こちらの忍者650もバルカン S とそれほど違いはないなという感じなんですけれども、やはり速度の上昇具合というか速度の乗り具合はこの忍者650の方が数段速いというような、そういったイメージなんですよね。このあたりはなかなか面白いですね。であとバルカン S に関しては回転域や選択しているギアによっては180度クランクらしい乗り味だったり、もしくは270度クランクっぽい乗り味になったりと、まあそういった点ではですね、乗り味の変化が大きかったと思うんですが、こちらの忍者650に関しては、まあこれはですね、まあ基本的には180度クランクらしい乗り味が、まあ全回転域というか全速度域どのギアを選んでいても貫かれているという、そういう印象ですね。はい、それではですね、今少し前が空いているのでエンジンを回してみたいと思います。今私はトップギア6速で走っていて、速度はだいたい80キロ近辺ですね。タコメーターの針は4000回転といったあたりですね。このあたりから右手を開けてみたいと思います。はい、そうですね、このモデルの場合はやはりですね、細かい振動、180度クランクの並列二気筒エンジンらしい細かい振動というのは常にあって、このようにですね、右手を開けるとそれにプラスして振幅の大きいというか周波数の低いバイブレーションが加わってくるという感じですね。まあ、このあたりに関してはバルカン S のエンジンのフィーリングと多少似ていますが、やはりこのように開けた時のその振幅のやや大きいというか周波数の低いバイブレーション、こちらの方はやはり忍者650このモデルの方がややマイルドですね。バルカン S はこのあたりを試してみるといかにもクルーザーらしい振動というのが楽しめたんですが、こちらのですね、忍者650に関しては先ほども言った通り、まあ、やはり基本的にはスポーティーなツインという、そういった味わいですね。それではギアを落としてみたいと思います。5速、4速、はい、今4速ですね。やはりですね、こちらの場合はその4速ぐらいまで落とすと、そういった振幅の大きいというか周波数の低い振動というのはほぼ発生しなくなるというか、まあ、かすかに感じられる程度になるということで、まあ、このあたりもですね、バルカン S とのエンジンの乗り味テイストはかなり違っているなという感じがしますね。はい、でまた今ね、6速のトップギアに戻しましたが、あとこのエンジンの乗り味としてなかなか面白いのはですね、このように今少しコンスタントスロットルで開けた状態なんですが、このようにですね、スロットルを完全に閉じるとエンジンのフィーリングは細かいそのバイブレーションのみが残っていて、あとはですね、これはもう180度クランクのエンジンが回転する振動だと思いますが、まあ、それのみが残るということなんですが、ここからですね、開けると、まあ、先ほどの周波数の低いバイブレーションが加わるということで、まあそうですね、このエンジンに関してはその開け閉めした時のメリハリが楽しいというか、そういったイメージですね。はい、それではね、これからタイトな峠道を走ってみたいと思います。今私が走っている場所というのはこの間も通りましたが、いつも撮影している峠道の反対側なんですよね。まあ、こちらはですね、路面が荒れているということで通常のロードスポーツの場合はあまり走らないようにしているんですが、今回はですね、高速道路上でエンジンのフィーリングばかりコメントしていたら、あっという間に到着してしまって尺が足りなくなったので、今回はですね、この道、荒れた路面の峠道を走りながら高速道路上の補足をしてみたいと思います。でまずですね、これも重要な点なんですが、このモデルに関しては ETC が標準装備ということで、まあやはり高速道路を使う場合は ETC が搭載されていると便利ですよね。
今もメーターパネル上に ETC のインジケーターが光っていますが、まあ、こういった面でもね、結構スマートに ETC が搭載されているということで、まあ、この点はね、とても良いんじゃないかと思います。それとあと高速道路上で感じていたことなんですが、で1本目の動画の中で私は川崎のホリゾンタルバックリンク、リアサスペンションですけれども、ホリゾンタルバックリンクを採用したモデルに関してはややリア周りサスペンションが固めに感じることが多いというふうにコメントしていましたが、このモデルに関しては結構しっとり感もあって、あと高速道路上、まあ、基本的には、ね、路面状況はいいんですけれども、そのリア周りのしっとり感というかストローク感も程よくあって、まあ、このあたりは、ね、乗り心地も含めてですけれども、このモデルに関してはなかなかいいんじゃないかなと思いました。超高級な感触というのとはちょっと違いますが、フロントサスペンションも結構ストローク感があってソフトな感じがするんですよね。でこのあたりはですね、高速道路では結構好ましいフロント周りの落ち着きをもたらしているという印象で、まあ、トータルとして考えればこのモデルに関しては前後サスペンションは結構、まあ、乗り心地も良くてですね、まあ、一般的なロードスポーツとしてはよくできているんじゃないかなという印象でしたね。あとこのモデル、高速道路上でのウィンドプロテクションに関してはですね、まあ、スクリーンの高さがこれぐらいしかないので、まあ、これに関してはね、スタイリッシュではありますけれども、あまりウィンドプロテクションには貢献してくれないスクリーンかなという感じがしますね。高速道路上で走っている感じでは胸から下、そうですね、このスクリーンの高さぐらいまで、ちょうどお腹のあたりぐらいまでですかね、まあ、そのあたりまではウィンドプロテクション効果があるという感じでしたけれども、まあ、胸から上はね、ほとんど風を受けていたという感じなので、まあ、このスクリーンに関してはね、まあ、上半身を伏せた場合は別ですけれども、それほどロングツーリングの時にね、そのライダーの快適性に貢献するという装備ではないという印象でしたね。